今回はこちらのレオパード柄のデザインを作っていきたいと思います。中指のレオパード柄のパーツの作り方も載せていきたいと思います。それではどうぞ。まずはオフホワイトのジェルを全体に塗っていきます。こちらは二度塗りしていきます。次に細い筆で根元の部分に濃い茶色いジェルを塗っていきます。次にそのままレオパード柄を描いていきたいと思います。ベージュピンクのジェルを丸く適当に塗っていきます。ベージュピンクの色よりも少し濃い茶色のジェルで周りの縁を囲うように描いていきます。ゴールドのジェルで境目に線を描いていきます。ではパーツを載せていきます。私は可愛らしくなるようにハートのパーツとパールを組み合わせて載せていきます。
ではトップコートを塗っていきます。こちらでレオパードデザインの完成です。では次にレオパード柄のパーツを作っていきたいと思います。まず全体に濃い茶色のジェルを塗っていきます。ではベースジェルを薄く塗って、その上にハートのパーツを乗せていきます。パーツの中に隙間ができないようにクリアジェルを塗って隙間を埋めていきます。ではこのハートの中にオフホワイトのジェルを塗っていきます。ハートのゴールドの枠からはみ出さないように丁寧に塗っていきます。ではこちらのハートの中にレオパード柄を描いていきたいと思います。ではトップコートを塗っていきます。ではこちらが手作りのレオパード柄のパーツの完成になります。皆さんもぜひ作ってみてください。少しでも参考になれば嬉しいです。
この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。